はいどうもこんにちは、ナ々木です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2017年度の早稲田大学の入試問題です。えー、範囲は、えっ、ー、と、数2ですかね、えー。整数係数の三次多項式 Fx が F0 1、それからコサインの7分の π の値が0を満たすと。えー、そのような、えー、Fx を求めようということですけれども、まあ、数2にしてはですね、ちょっと難しいかなと思いますね。 えー、完全に教科書レベルを超えてるような問題です。えー、シータ θ=7 分の π というふうに、えー、っと置いてまあこれ7シーターが π になりますよね。まあよくえー、っとそうですね3シーターと2シーターで5分の π みたいなのは、えー、よく知られてるんですけど7シーターとなるとこれ4シーターと3シーターに分けなきゃいけないんですよね。だから 七シータイクルパイという式を四シータイコールパイマイナス三シータとという形に分けてコサインの四シータイコールコサインのパイマイナス三シータでもちろんそのパイ引くシータはマイナスがつきますので マイイナスのコサイン3シーターになるわけで,すで、えっ、ー、と、まあ、これを解とする、θ イコール7分の π を解とする三、えー、次方程式を求めたいので、これ、えっ、ー、と、コサインの4シーターをコサインシーターで表していかなきゃいけないんですね。それには4倍角の公式を使うことになります。で、4倍角の公式は一応その数人で出すことはできるんですけど、 ドモバルドモバルブルの定理を使った方がまあ楽ですよねまあえっ、ー、と c シータ足すアイサインのシータの4乗を展開することによってコサインの c シータというのを出すことができますまあでもねえっ、ー、とそれは数算の範囲なのでまあ文献路線トにも分かるようにコサインの c シータというのをえっ、ー、と出していきたいと思いますこれは2コス 二乗二シータマイナス一ですよね。で、えー、さらに二コス二乗二シーターのところに二、えー、コス二乗シーター1マイナス一の二乗マイナス一という形で、えっ、ー、と四次式になりますよねこれね。で、中これ展開して二倍のえー、っと四コサインの四乗シータマイナス 四コサインの二乗シータプラス一マイナス一ってなりますね。で、えーと八コサインの四乗シータマイナス八コサインの二、えー、乗シシータですね。プラス二マイナス一ですからプラス一となります。まあこの程度の計算だったら。 まああの土間風呂の定理を使っても使わなくてもそんなに変わらないかなと思いますね。で一方コサインの3シー,ターの方はこれはまあ覚えてる人多いと思うんですけどねえー、っとえー、っとまあ4コサインシーターコサイン3乗シーターマイナス3コサインシーターですよね。というわけでそれにマイナスつけたものですね。だから えっと、マイナスコサインシータ3シータというのは、えー、マイナス4コサインの3乗シータプラス3コサインシータという形になります。というわけでここに代入してですねここに、えー、これイコールこれという形で代入して、えー、式を整理すると、えー、コサインシータイコール x と置きましょうか。 x イコールコサインシーターというふうに置いてえっ、ー、とそうすると8ンえコサインに4乗だから 8x の4乗マイナス 8x の2乗足す1ですよねイコール、えー、マイナス4っ、えー、とコサイン3乗とか x3 乗をプラス 3x となりますというわけで、えー、8x の4乗を、えー、プラス 4x の3乗をマイナス 8x の2乗をマイナス x プラス1イコール0という,う四次式ができますよねただえっ、ー、と三次式を求めようって言ってるので三次多項式なのでえっ、ー、とまあこれ割れるわけですよねまあえっ、ー、とどうしたらいいのかなってちょっと困る人いると思うんですけど もともとの方程式ですね。これ、えっ、ー、と、満たすものが、まあ、あるはずなんですよ、これ。これが成立するような θ ーーっていうのが、えっ、ー、と、自明なものがあるんですね。で、θ ーーは7分の π とか、7分の 2π とか、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、そうですね。7π、7θ が π になるものは、 えーとすべて満たすわけですよね。だからシータイコール7分の 2π とかはダメですね。だからえーと,えーとシータイコールえーとこれ π だとえーとこれシータイコール π とするとえーと7シータはこれえーとシータと同じところに π のところに戻ってきますよねこれね。 七パイって、七パイって、七パイって、結局、二パイたす、二パイかける、三たすパイになるので、同じ値になるんですよ。だから、えっ、ー、と、シーコールパイ、つまりコサインシーコールマイナス一というのは、台を満たすはずなんです。だから、これ、マイナス一代入して、ゼロになるんですね。まあ、それ えっとここの段階で確認ができるわけです。だからこの計算が合ってるかどうかっていうのはこの計算が合ってるかどうかっていうのは x イコールマイナス1を解に持つかどうかでチェックすることができます。で実際にまあ代にすると8マイナス4マイナス8、えー、プラス、えー、1プラス1ということでえー、っとあどっか間違ってるな。 あごめんなさいちょ,ちょっと待ってくださいねここですねえっ、ー、と 8x の4乗をえー、プラプラス 4x の3乗ですかねえー、マイナス 8x の2乗をえー、マイナス 3x プラス1ですねでえっ、ー、と こシータイコールマイナス1っていうのは、えー、と解なんですよね。これシ、えータイコール π というのはこれ自動的にその 7π イイコール、えー、2π プラスかける3プラス π で、えー、とこの式を満たすんですよ。この式を満たすので自動的にシータイコール π というのは解になるんですよね。でシータイコール π の時コサインシータってマイナス1になりますよね。だから X イコールマイナス1というのがこの方程式の解になっているはずなんですよ。まあ、それが分かっていれば、えっと、逆に計算ができますよね、えっと。マイナス1代入して割れるはずなんです。ということでマイナス1代入すると8、えっと、マイナス4マイナス8、えー、プラス3プラス1で0になりますね。だから x プラス1で割れ,割れるってことです。えー、っと。 この値を両辺 x たす1で割ると x たす1でまああの割り算を実行してもいいし組み立て情報なんかでやってもいいと思いますがまあいずれにせよ割り算をすると 8x3 乗マイナス 4x の2乗マイナス 4x プラス1イコール0と。というのができてえと x はマイナス1ではないので えーとそうですね、x イコールコサイン7分の π は、えー、この 8x3 乗マイナス 4x の2乗マイナス 4x プラス1イコール0を満たすと。で、とこの式は、えー、f0 が1とする。これを fx と置くと f0 は1なのでこの式が求めるものだということになります。整数係数であり、 しかも f0 が1になっていて、かつコサイン7分の π を買い持つ。ということなので、求める3次多項式は、えっ、ー、と、これということになりますね。つまりを、8x3 乗マイナス 4x の2乗マイナス 4x プラス1イコール、えー、0という方程式。まあ、多項式を求めようだから、これが0除いたやつですね。えっ、ー、と、ここは0をつけない方がいいと思います。つまり、これイコール fx というふうに、 す、えー、すべきですねこれが求める多項式になります。これですね。まあこれがその高項流というか、まあ、7θ=π という式から、まあ、3θ と 4θ に分けて cos、えー、に関する、えー、方程式を作るという ことでまあこれあのえっ、ー、とそうですねうん5分の π とかでやったことがあればあるいは5分の 2π とかでやったことがあればその類似で、まあ、3θ と 4θ に分けて三次方程式を作ることができるかなと思うんですけどまあ計算がねちょっと大変になりますよね。えーまあ、これ以上のねちょっと実数が高いものはさすがにいいんじゃないかなと思うんですけど。 まあここぐらいまでしっかりできればいいかなと思います。まずこれが第一の解法ですね。で、もう一つは体、えー、の理論を使って、まあ大数学を使ってこの整数係数の三次方程式を多項式を見つけていきたいと思います。はい、それでは消します。えー、とここからはちょっとそのまあ大数学ある程度知らないとちょっときついかなと思うんですが、まあ、なるべく平易にえっ、ー、と話をしていきたいと思います。 えまず、えっ、ー、と、コサイン7分の π というのは、えっ、ー、と、これをまあ、タと置いて、コサイン7分の π 足す、えっ、ー、と、i サインの7分の π と、というのを、えっ、ー、と、ゼータと置きます。そうすると、これは、えっ、ー、と、ゼータの14乗が1となる、えっ、ー、と、項になってるわけですよね。14回転すると、ちょうど一周するわけです。えっ、ー、と、で、 そのまあ、このゼータの最小多項式を求めようという問題を考えます。この球状の最小多項式ですね。で、えー、とその際に、えっ、ー、と、まあ、ゼータ足すゼータバーを考えると、ゼータ足すゼータバーというのは、えっ、ー、と、ゼータ足すゼータインバースのことでもあり、 えー、ゼータ足すゼータ場合はこのバーの場合はここがマイナスになって、えー、と足し算するとコサインが残りますよねつまりこれ2コサインの7分の 2π になります7分の π になりますですよねでだからゼータ足すゼータインバースのこの最小多項式を考えることにしますいいですかまあゼータの最小多項式っていうのはこのゼータの14乗イコール1の中に入ってるんですねこの中に入ってるんですよ でそのゼータの最小多項式というのはえっ、ー、とこれを因数分解したの中に入ってます。だからゼ,ゼータの14乗がマイナス1イコール0というのをえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、とまあえっ、ー、と因数分解しますよね。でゼータの7乗足す1とゼータの7乗マイナス1という形になりますがえっ、ー、とこちら側は えと7条根ですね1の7乗根を作る群全体になっているので14乗根の、えー、と原子根みたいなのは入ってないですねだからそのこのゼータの最小多項式というのはどこに含まれているかっていうとこちらの方に含まれているわけですで、えー、とゼータの7乗足す1の、えー、と中には、えー ゼータプラス1でこう約分をするとゼータの6乗マイナスこれ因数分解するとちょうど互いにプラスマイナスが入れ替わるような式になるんですね。あマイナスがちょっとついてないマイナスゼータプラス1イコール0ですね。で、まあ、ちょうどこれがですね これがまあえっ、ー、とそのゼータの最小多項式になっているんですよ。なんでかっていうとまあえっ、ー、と急にそのゼータを転化した体ですねこれが、えー、14ですからえっ、ー、とそこのまあ球乗のガ柄和群を考えるとこれのガ柄和群を考えるとこれは z る1 4のバッテンと同型なんですね。 でその位数を考えるとこの、えー、ZR14 の位数を考えるとこれはファイの14と同じなんですねファイはこれオイラー関数ですでオイラー関数の値を考えると 2× ファイの7なので、えー、とこれ6なんですねつまり6次なんです6次角度になってるわけですでちょうどこれ6次式なのでこれが最小多項式だってことがわかるわけですゼータの最小多項式ということですね だからえっ、ー、とまあゼータはこの i sinθ がついているので cos7 分の π だけではなく cos7 分の π 足す i sin の7分の π という、えー、と複素数の最小多項式ということになります球状の最小多項式ですねただし今聞かれているのは cos の7分の π の最小多項式なので、えー、とこちら側を考えなきゃいけませんということで えーとゼータ足すゼータインバースの最小多項式を考えるってことになります。というわけでこの式から、えー、とゼータの3乗で割るんですよね。ゼータの3乗で割ると,、えー、とこんな形になります。でこれはその 相反型になってますよねだから双半型になってるのでその双半型の形にえっ、ー、と書き換えるとこんな形になりますよね。ゼータの2乗足すゼータの2乗分の1それからプラスゼータ足すゼータ分の1マイナス1イコール0っていう形ですかね。でえっ、ー、とゼータ足すゼータ分の1を、まあ、t と置きましょうか。 t イコールゼータ足すゼータ分の1という形これ2コサイン7分の π のことですけどえこうやって置きますで t の三次方程式を作りにかかりますこれ三次方程式で作れますよねえっとこれは t の3乗マイナス 3t っていう形になって一番最初の式ですねそれからマイナスこれは t の2乗マイナス2ってなりますよね それから t-1 マイナスという形になって、えー、t の三次式が出てきます。t の3乗を、えー、マイナス t の2乗を、えー、マイナス 2t、えー、とマイナス 3t と t でマイナス 2t マイナス1イコール0ですかね。 あえー、とプラス1ですかねマイナス2プラス1プラス1ですかねこうですねでえっ、ー、と t は、えー、2コ c o s 7分の π なんですよだから2分の π を解とする、えー、三次方程式を作んなきゃいけないんですえっ、ー、と cos7 分の π というのはあ7分の2 書いいてしまいましままたね7分の π というのはえっとこれあくまでえっと2分の t なんですでこれは t に関する方程式ですねだからこれを2分の t を解とする3次方程式に書き換えなきゃいけないのでこれどうするかというと、えっと、2分の t を解とする方程式を作るには無理やりここ8にしなきゃいけないし、えー、マイナス 4倍の2分の t の2乗という形にしてマイナス4倍の2分の t プラス1イコール0という形で2分の t がこれ解の、えー、状況になっているわけですつまりこれがえっとコサインの7分の π でこの方程式は成立するわけですから もととねこの星の式が成立するってことはこの方程式も成り立つわけですよね。だから2分の t が cos7 分の π で、えー、この方程式を満たしていてしかも f0 が1になっているので fx として、えー、何が取れるかっていうとまあ結局この2分の t を x とした 8x の3乗マイナス 4x の2乗。 -4x プラス1と,というのが f0 を満たす三次方程式で x イコールコサイン7分の π というものを解に持っている方程式として取れるというわけです。まあこんなふうに解いた場合にねどういうふうな採点をされるかちょっと分かりませんがんまあでもさすがに×にできないんじゃないかなと思うんですよね。 えとこれぐらいの数学の知識を持っている高校生をまあ範囲外だからといってバスにしてしまうのは、えー、と大学側ととしてももったいないな思うんですよまあ、えー、とほとんどいないと思うんですけどねあのガロ理論とかを知っている体論とかを知っている人はもう完全に、えー、と理工学部志望の人でも物理科とか 数学科に行くような人に限られるので、えー、まあそうですねえっ、ー、と通常のその理系の生徒であればこういうことを知る知ってる人はほとんどいないのでうんまあ評価ちょっと分かれるかもしれないですけれどもまあえっ、ー、とそうですねうんほとんどいないと思いますが、えー、仮にいた場合ですね優遇されるような気がします。はい というわけで、えっと、まあ、現にねこう、こういうのを理解している高校生いるので、ええー、まあ、少しでもね、その増えていただければいいかなという気持ちで、別解の方を作らさせていただきました。はい、ええー、まあ、最初の方のね、解法がしっかりとできていれば、特に問題ないかなと思います。えっ、ー、と、まあ、5分の π とかね、5分の 2π とかでも練習をしてみてください。今日の授業は以上です。 最後までご視聴していただきありがとうございました。それでは失礼いたします。